そうですね、ちょっと困っちゃいました。私も弱ってしまいました。絵からできるのはイケメンすぎますね。ルー語になっちゃうよ、しょうがないじゃん。もう恥ずかしいんだよお前らな。2000人近くだから見てる配信でマイク持ちながらさ、不慣れな英語で頑張ってんだよお前。やめろお前、辞書引くのも恥ずかしいのにさ、勘弁してよいかにこの失敗音で動画に残るからね。さあ、リア充ポチョムキン、ジャパニーズリア充英会話 OK、 イングリッシュ OK 吹きてこ。しかもイケメン、イケメンホークスアドレ喜びそう。ポチョモキ、投げキャラはあのポチョモキファックと書かれてるのを確認しましたもうね、大会は負けだし、もうダメ、もう今日はちょっと大会出ない方が良かった、そもそもGoogle 翻訳も、 Google 翻訳ね、スピーカーで喋るとなんかいろいろ言ってくるらしい。今日パスポートも申請も出してきました。もう来週取るだけなんですけども。さあここでタッチアイス返して、さあシャンゲ、さあスピットシェル、チャージスタンからマイハイ固め、しかしここは直からポジションにいました。体力ドット状態ですが、ここうまくバックスでうまい一本選手、はい、そう、2012年のギルティギアエクセスアクセントがプラスある、サブトーナメントですね、エボのサブトーナメントの方で井上聖空と、まあ、カズノコ聖空と対戦したのがこの、SHKM さんということで、ケルビンさんっていうんですかね、 本名はね。ザビターさん勝利となりますね。はい、でね、ここね、連戦がねできるように、ここが終わったらすぐ呼べます。素晴らしい、俺すげえ困った。じゃあちょっと B 番内先に行きます。里毛さんのレオ対ダカラさんの星野金、ショトカン、ショトカン、ショトカン、ファム、イズ、ゴッド、ケツー、ヒープ単語をとりあえず一択だけみたいな、やばい。スライドヘッド、いいですね。え、いいですか、すぐそれスライドヘッド、ロマンキャノンさん、すぐそれ、おう、ワンパターンイエス、ワンパターン FAB、 あ、違う違う、ごめんなさい、ごめんなさい、怒ります、怒られるすぐまだ笑ってる、すぐそれ、ワンパターン、ファブイズゴッドやめろー、俺に無茶ぶりをさせるんじゃないFAB さんごめんなさい。ザ・ FAB シンプル2000直画シリーズですね、やばいですね。直画何回できるか、入門編ガード、さあ壁足、撲滅はデストラクションとかそういう系なんでしょうか。いいですね、かっこいいですね。ダメ出し、シンプル儀式シリーズ誰ジャパニーズ儀式、まずは仏のようなところで悟り、やべえ、チップみたいになってきた、やべえぞ、やべえ、サラバコさんに任せて逃げようと思ったんですけど、もう逃げられません、頑張ります今日さあ S 配線、あっそれから素晴らしい連戦が連戦ちゃいますね。ワンマッチザ・ビター・レオさんと、ショトカンさんですか。これも読めたんじゃないか。鋼の装束より固く気高い、次はその進化と手合わせ願いたいものです、うん、やべえ大変だ。はい、あ、もうちょっとごめんなさい、体力がお名前をだからさん、イエス、はい、イエス、はい、もうダメですね、俺もう何なんでしょうね、オーバー俺は一体何を言ってるんだ。バンダイじゃなくて B バンダイがちょっとできなくなってきちゃったらどうしようかな。ペンちゃん、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 
ペンペンペンちゃん対ナゲさん B 番台なあ、この B 番台 OK です。はい、レッツゴー。レッツゴーはダメですね。レッツゴーですね。カタコのレッツゴーナゲさん、イエス。やばい、もうやだよ、助けてくれ。今日はあの釈迦さん来てくれれば完全にお任せしようと思ってたんです。釈迦さん今日はお仕事っぽいですね。レッツゴーですね。はい、行きましょう。はい、さあ、ザ・ビター・レオサブさんのスポンサーさんです。ショットカンさんは2012年、もうその情報しかないです。テルビンさんという名前らしいです。ショコタンじゃないです。ショコタン30歳になりました、おめでとうございます。レベル30ということでね、イベントがあったみたいですけども、ちょっとまずいですね。海外勢の方がかなり注目している本日の大会、何を言ってるかわからないでね、俺も何を言ってるかわからない、もうそんな感じで起こりますが、もう本当にこの動画だけはもうね、一生見返したくない動画になると思います。嫌です、本当にもう動画上げるのが嫌です。 TRF を思い出すかのような、とてもとてもベリーベリー、適当な実況、ファジーファジートーク。任せてくれなさい、任せてくれなさい、もう好きにしろ。カシュタルトなんちゃらバーダですよ。え、なんだっけな、なんでもいい。今こそやばい、もうやばい、なんで北さんがこういう風に限って来ないのか、来れないのか、来ないのか、来たくないのかってね、さっさと荷物をまとめて北海道に帰ればいいというね。さあ、わかる人はわかる、画面中央。そう、レオがあの FAB さん、ファブさんのゴッドスポンサーです。やばいっす、スーパーサイヤ人みたいな感じですね。やばい、ゴスポ。さあ、うまいぞ。レオには夢が詰まっている、ドリーム、アメリカンドリーム、エモカジロ、やった。そして足払いからチャージ。何を言っているんだ俺は、恥ずかしい、何を言ってるんだ俺は、本当にやばい。やばすぎる、これ山手線に聞こえてったよな。さあ、ちょっとここで勝ったのは、SHDK のさん、ショート、シャット、忘れちゃう、かい現役時よりもむしろナイス連合。タカスレイヤー対小市イノ A 番台、ジャパニーズクレイジースレイヤー、タカラッシュ、タカラッシュ、タカラッシュ、クレイジークレイジー、ありがとうございます。小市さんはチンコチン、あ、危ないです。もう何も言ったのも何も恥ずかしくは通じない。あ、よかったよかった。小市の対、タカラッシュ柏ジャパンです。九州ジャパン、もうダメだ、おしまいだ、助けてくれ、頼むいやーマジで今までエボ行きたくないなーって思ってたのが 30% から 60% ぐらいあったんですけども、現在 98% ぐらいで行きたくないという割合が俺の中で占めております。やばいです、誰か通訳頼む。レジェンドイノ VS クレイジースレイヤー、ドントストップミーブライアンホーク、もう適当。はい、 B 番台も行きます。宗教、おエタローシン対レイドエルヘルト B 番台、しかもね、今日ね、海外勢の方に写真も撮ってもらったんですよね。写真撮ってもらったんですけど、緊張しましたね、もうダメです。これニコニコ動画上げたらすげー叩かれるぞ、これやばい、もうやだな、もうカリーン
おお、なんだなんだなんだ、すべてを受け止める壮大な構え、やばい。ちょっとですね、非常口開けてあげてください。ちょっとね、空気が悪いみたいですね。どうしても換気、昼には気を使っているんですけども。さあ、悲しい。さあ、こいつさん、イノに戻ってきて、まあ、かなりもう1本取れます。気づいたら1本取れましたね。なんか喋ろうと思ったら1本取ってます。さあ、一体何が起こっているんだ、わからない。画面端、続いて狂言、狂言からのポンプ。おお、コンボ中に席を立つとやたらしい負ける人が席を立つのは見たから、コンボ中に席を立つっていうのは初めて見ましたね。素晴らしい。さてさてさて、お待たせいたしました、ザ・ FAB シンプル2000シリーズ。FAB、 あ、じゃあ、やばいですね。ファブさんとミンさんです。やばいです。